12月24日にファンの方々の期待通り、いやそれ以上のクリスマスプレゼントとなる2つの動画を投稿してくれた羽生結弦さん。しかも羽生さんのことを推すスポーツ報知からも素敵なクリスマスプレゼントが届けられると、ファンの方々にとって歓喜の朝となっています。昨年のクリスマスには素敵すぎるサザンカの動画投稿をしてくれていた羽生さん。ファンの方々にとってプロ1年目となった羽生さんからの思いがけないクリスマスプレゼントに歓喜の声が上がり、今年も期待しちゃうなどの声が上がっていました。そんな期待通り、 YouTube 情報として、自身の SNS に本日21時に9ヶ月ぶりに動画を公開させていただきます。ゲームライクな曲とピアノの神聖な音に乗せて単独公演リプレイの前半と後半のテーマを表現しています。もし興味がありましたら。ゴリアテという神話や物語には一切の関係はございません。モーティーソーンド様のゲームライクなこの楽曲にシンパシーを受け滑らせていただきました。僕には何もできませんが、世界中の紛争や様々な形の不幸や苦しみが一刻も早く収束していくことを祈り続けますとの素敵なコメント通り、24日21時にはゴリアテと共に、数日前にメンバーシップ限定として動画公開されていた同じくモッピーソーンドのアクアの旅路の動画が公開されており、これに歓喜した方々は早速羽生さんが投稿してくれた YouTube チャンネルへ。するとこの素敵すぎるクリスマスプレゼント動画をご覧になっていたファンの方々のもとにさらなる追加プレゼントが。この2つの動画公開1時間後には公開した YouTube 動画の特集をしていただけるみたいです。動画の特集は新聞初です。緊張します。心を込めてインタビューに答えましたので、ぜひとの羽生さんのコメントとともに、羽生結弦さんファンの皆さん、明日25日はスポーツ報知から素敵なクリスマスプレゼントがあるかも、枕元まで新聞をお届けしたいぐらい素敵なことになっております。起きたらぜひコンビニにプレゼントを受け取りに行ってください。全国掲載の予定ですとスポーツ報知 SNS からの投稿が。羽生さんのプロ転向後、長期にわたり撮り続けてきた写真をまとめたり、その数々の伝説的偉業を称えたりと、羽生さんを推してきたスポーツ報知。この嬉しい特集にファンの方々からは、羽生さんも報知さんも素敵なクリスマスプレゼントありがとうございます、子供の頃イブの翌朝枕元にプレゼントがあったあの喜びを思い出しましたなどの歓喜の声が世界中から続々と寄せられていました。25日の朝、私もコンビニに走りました。すると素敵なお顔の羽生さんの隣に、羽生さんの今胸の内とのタイトルとともに充実しまくりの独占インタビュー内容が掲載されていましたので、皆さんもぜひ詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生さんもコーチさんも素敵なクリスマスプレゼントありがとうございます。朝起きてからスマホ見てお知らせ見つけたから、本当にクリスマスプレゼントだわ。今年も羽生さんのおかげで素敵なクリスマスの朝になりましたね。クリスマスの朝が素敵すぎた羽生サンタさん、本当にありがとう。朝から動画見まくってます。動画公開ありがとうございます。最高なクリスマスになりました。いっぱいリピします。羽生くんも素敵なクリスマスを過ごしてください。
これぞ神からの恵み、最高のクリスマスプレゼントです。いつも新しい何かを見せてくれるし、そこに妥協は存在しない。羽生さんのファンって本当に幸せ者だな。羽生くんが全世界の多くの方にクリスマスプレゼントとして一般公開してくれたんだろうな。彼の愛を胸いっぱい受け取りましょう。コーチさん、いつもありがとうございます。いつも通り保管用と2部購入させていただきました。今コンビニでゲットしてきました。これから読ませていただきますが、前編では後編もあるの。素敵すぎる。コーチ様、最高のクリスマスプレゼントです。どんなに寒くてもコンビニへ走ります。羽生さんの取材をきちんとしてくださって、本当に安心と信頼のコーチ様です。とっても温かい企画をしてくださって、いつもありがとうございます。子供の頃、イブの翌朝、枕元にプレゼントがあった。あの喜びを思い出しました。全国ですとのお知らせも、本当にありがとうございます。何気ない一言ですが、地方民には本当に嬉しいプレゼント。二人から嬉しいクリスマスギフト。今年のクリスマスも素敵な日になりました。文字から羽生くんが顔をくしゃっとさせて笑っている表情が見えるようです。素敵なプレゼントをありがとう。思ってた以上に苦労されながらの作業。カメラが変わっていなかったことに驚き、そしてプログラムたちへの深い思いなど詳しく知れて感謝です。